そう、今までパンダ着てたんだけど、ちょっとこいつパンダしかパジャマ持ってないのかよって思われるの怖くて着替えた。で見て、パンダ。ちゃんとパンダ意識してるから。これはラッコ。これはパンダ。本当にパンダ好きなんだよ、自慢。パンダさん。あのね、麻雀してるからパンダとかじゃなくて、パンダ好きやな、普通に。うさぎとパンダが好き。この子は香港のパンダな気がする。本日はみかん全 TV のみかんの剥き方、みかんの剥き方、劇場版みかん全 TV みかんの剥き方みかん全アワードでした。じゃーん。プルルルル。こちらをいただきました。みかん全オブザイヤー密着部門ということで、こちらをね、いただきました。ということで、ありがとうございます。本当に嬉しいです。とっても、なんか盾もらうのは小学校の盾をもらうのは小学校の時の水族館じゃない、水泳の解禁症以来です。ありがとうございます。すっごい反射する気がする、怖い。嬉しいです。あのね、これは今年のなので、密着で言えばプロテスト、麻雀のプロテストをね、がね、対象だったんですけども、本当に盾をもらえるというか、私選ばれないと思っていたので本当に選ばれるという気持ちが全くなくて、本当にね、まあ私だけはないかなと思って、で、あやちゃんこの映像すごかったし、あやちゃんでもなんか去年チーム獲得があったから、そう、去年もチームのやつだったから、今年もチームかなーって思ってたの。だからなんか、いや個人で欲しいですみたいな言ったけど、本当は K2 でまあ取れたらすごい面白いし楽しいし、なんか K2 でわーいってなるの面白いなと思ったから、そう K2 だったら、まあ、みんな嬉しいしいいなって思ってたんだけど、そしたら自分でやばい何も考えてないってなって超焦りましたね。あの本当はなんかわボケようとかいろいろ考えてたんだけど、本当に何も選ばれると思ってなかったから、終わった後にめっちゃ後悔しました。ちゃんと考えておけばよかったって、びっくりしすぎて本当に自分でも何喋ったか何も覚えてない。喋りながら次の言葉が浮かんでくるくらいにはびっくりしてた。
本当にね、あのチマじゃないって絶対チマじゃないだろうなって思ってたの、本当に本当に。だからなんていうの、あの本当にチマじゃないと思ってたの。なんかね、じゃあ考えてたんだけど、選ばれたらみたいな、いやでも選ばれないかと思って、あの頭の中のもの全部捨てたら呼ばれてパニック起こしちゃった、頭の中で。そう、なんかつむさんってなんかなんだろう、想像癖がすごいあるんだけど、なんか想像癖があるから、すごいなんか自分がもしこの立場だったらなんて言うかなとかを結構考える人だから、すごいずっと考えてたんだけど、あの呼ばれると思ってなかったから、そのドゥルドゥルドゥルの時に、あのドゥルドゥルドゥルの時に、あーケツケツだな、ケツでなんて言おうかなって思ったら、川島美晴、ええってなった。あ、そう、なんか K2 で呼ばれた時と自分で呼ばれた時のこと考えて、あでも K2 の方が可能性高いなって思ってたから、K2 でもしコメント求められたらなんて言おうかなって。嘘かと思ったね。えもうやさっきプロテストのさツイートしたんだけどさ、すごいなんかいろんなプロの人にいいねされてる通知が来るよ。藤原竜也さんみたいな。本当に本当に、いや本当にあのね、ざわ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 だったよ今本当に。いやとんでもなくいいね来るんだけど、すごいあのびっくりしてる今。あのプロテストがね来月だっていうツイートをしたら、すごいあのめっちゃいいね来て、開始。まあお正月にお父さんから麻雀教えてもらう約束した。嬉しいね、嬉しいね、嬉しいね。こうやってなんか麻雀を覚えようって思ってくれる人がいるのが嬉しいし、嬉しいよ。自分と同い年くらいの女の子で麻雀やりたいって思ってくれるのがすごく嬉しい。そう、やばいっすよ、ほんとほんとやばいっすよ、どうしよう。借りたいよ、言いたいもん。でもさどうしようね、受かったら、いや受かったらとか今言うのあれなんだけどさ、受かったらさキャッチフレーズ変えたいもんね。そういうキャッチフレーズにしたいもんね。でも何にも思いつかない。弟から教えてもらおうかな。いいね。いいねいいね。絶対にね、最高位戦日本プロ麻雀協会って言いたい。でも最高位戦長いからさ。協会さんとか、あでも RMU さんが一番短い、リアルマジュニット RMU さんが一番短い。最高位戦日本プロマージャン協会チームケツのみはるんこと川島みはるです。ちょっと長いよね。やっぱ最高位戦ってすごいかっこいいよ。最高位戦48期
でもさ、最高位戦だけだとさ、麻雀知らない人からしたらなんだろうってなるから。最高位戦日本プロ麻雀協会。絶対早口になっちゃう。最高位戦日本プロ麻雀協会48期の48期前期、あの渡辺太さんと一応同期っていう。でも恐れ多すぎて言えない、同期なんて言えないけど実は同期。赤坂ドリブンズの太しーさんが同期です。なよとんさん、焼津親善大使や、焼津親善大使10文字。最高位戦日本プロマ、最高位戦日本プロマジャン今日、あ、20文字ぐらいある、長い。2倍ぐらいあった。そう、ふとしさんはお会いしたことはないんですけども、同期ですね一応ね。どうしよう、なんか思ってたより喋れる気持ちになってきたからつまんないかもしれないけど、インスタライブしようかな。でもさ、インスタライブってさ、なんかショールームってさ横だからいいんだよね。もしかしたら一瞬だけインスタライブをやるかも。ということで皆さん、今日もショールームを見に来てくださってありがとうございました。おやすみハルン、バイバーイ。